うん。お、4。4。お、あ、でもストップだ。1、2、ここでストップだもんね。ストップね。で、進学コースを決めてください。はい。3。みんなスポーツ行くね。スポーツだ、スポーツだ。はい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 。はい。続いて。タイガ。じゃあ、どんどん行こう。1。厳しいね。あ、でも？ん？良さそうです。ドン。ドン。やばいやばい。ん？運動会の障害物競争で大怪我12,000ドル払う。やばい。やばい。あら？待って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 。え、これは？モッティ。モッティの。元へのエピソードです。いやこれね、本当にね、これ乗り越えてなかったら INP にいないかもしれない。本当に？結構マジで。あら。いやだから僕運動苦手なんですよ。で走るのも遅い。で運動会の種目を自分で決められるんですよね。で、まあ、なんて言うんだろうな、こう一番恥かかない競技、なんだろう、障害物競争を選んだんですよ。パン食べたりとか、あの網くぐったりとか、なんか飛び箱飛んだりとか、そういう系だったら、まあなんか運要素もあって、まあ確かに。まあ、なんか笑いにもなるし、いいじゃんと思って選んだんですよ。で、最後、1位だったの。1位だったんだけど、最後の最後に、ハードルがあって、ハードルの飛び方わかんねえ。でも1位だから、これ1個だけ飛べればもういいからと思って、ヘッダークソだけどバーン行ったのよ。着地ミスって、なんかついたんだけど、ピキったの。そっからもう普通に走れなくなっちゃって、もうちょっとこうなんていうの、引きずりながら、なんとかゴールして、終わった後に、もうずっと激痛。痛すぎて。で、俺、実はここで言うのしあれなんだけど、保健室マンだったんだよね。保健室マンだから、そのちょっと転んだら保健室行くタイプの子供だったから、信じてもらえなかったんだよ。ああ、なるほどね。こっち、そう、その時にどうせ大したことないっしょみたいな、小傷だろみたいな感じだったんだけど、まあ治らない。なんならどんどん歩けなくなって、最終的に肉離れを起こしたまま、それを自然治癒で治そうとしてたの。信じてもらえないからね。信じてもらえなくて、でも痛すぎて、それでまあなんとかなったけど、処置があともうちょっと遅れてたら本当にもうその踊れないみたいな感じだったから、危ねえ、危なかったです。危ないね。そんな話がありましたね。はい。よし、行こう。7周目。何周目？8。8。いいね。1、2、3、4、5、6、7、8。初めて一人で新幹線乗って名古屋へ15,000ドルもらう。でかい。港の話だから。あ、俺か。何すか？ああ、そうそうそう。中1の時か。結構ビビリというか、だったのよ。まあ今もそうなんだけど。で、お父さんが多分名古屋で単身赴任で住んでて、ちょっと一人で行ってみようと。なかなか出して行ったわけさ。行きの新幹線マジでずっと泣いてた。ずっと泣いてた。一人でってすごいなって。すすり泣くタイプ。まあ怖いよな、新幹線で一人乗る機会ないもん。いや電車でも結構ハードル高いじゃん。ハードル高い、ハードル高い。で帰り、なんかお父さんが気遣ってグリーン車にしてくれて、そのなんか優越感だけでなんとか頑張って帰る。なるほどね。に帰るよね。グリーン車に乗ると泣き止むんだね。そっちにびっくりだったね。あ、これはだから数字によっていく県が違うんだ。なるほど。これもう一回振るってことだよね。そうだね。行きます。どこ行く？九。あ、青森。お、お。青森だ。だ、影自分のエピソードだ。すごい。毎回エピソードしか持ってない。自分の人生の人生歩んでる。すごい。そば打ち体験で友人と喧嘩。エピソードを披露したら受験シーズンへ。何も。弱。これはですね、だからまあ修学旅行か、の時にあのそば打ち体験をやったんですよ。4人1グループかな、まあ仲いい友達やってたんだけど、
その蕎麦をこの切るところからもうやる体験だったんですよ、はいはいはい、でその僕が一緒にいたその友達はまあ結構まあやんちゃな方で、うん、友達なのこんぐらいぶっとい麺で食べ物したのね。ああ切ってなるほどね。おちゃらけてね。ちょっとおちゃらけちゃったわけだ。俺そういうの嫌いだったから、いやいや不定よっつってもうちょっと細く切ろうぜみたいな、うんうん、いや何そんなのがマジになっちゃってんのみたいな感じでバーン喧嘩して、うん、でまあ最終的に太いのと細いのがマジったそばを食いました。オッケーオッケーいけたいけた、はい、いけた、はい、次バイク。あ受験か、はい、やばいな。高校にもいてねえよ。5、5。俺もうスポーツだよね。うん、そう、うん、1、2、3、4、5。うわっ、でかっ。人生初の100点を取る。2万5000ドルもらう。なんかめっちゃもらうじゃん。嬉しい。もらい印じゃん。だからまた印つけんなって。印ってなんだよ。もら印ってなんだよ。5、1、2、3、4、5。横だね、うん、好きな野球選手の打ち方を真似してスランプに。あ何何これは。何何何が起きたの。中学の時野球部で、あの当時ね、うん、西武ライオンズにいた中島裕之選手っていうのがすっごいなんか独特な打ち方を構えがね、うん、だったの。なんかすっごいプレースタイルとかも好き で、うん、でイケメンでめっちゃ憧れてたの、うん、で打ち方真似したの、うん、独特だし、そういうさ、天才にしかできない打ち方なのよ。うん、なるほどね。なのに俺は真似して、そっからもう大不振になって全然打てなくなって、いつの間にか9番バッターになってた俺。うん、途中でやっぱ違うなってなんなかったの。いやでもやっぱ、その時はかっこいいが感じた。あー、そうかそうか、うん、そうそうそう。行きまーす。10。お、青森。お、同じだね。おでも ここのルールあれだよ。そば打ち体験で友人と喧嘩エピソード披露したらだからもう一回いける。マジで言ってる。本当に話すで全然。なんでだよ。で、こっちに行くと、はい、なるほど。やっぱみんな受験してるよ。うん、うん、あ、いや、俺か、うん、いや、うわ、うわ、2か。もう1、2、夜食の食べ過ぎで太り気味8000ドル払う。マジかよ。ダメだよ。まあでも受験シーズンね、夜さ勉強するから食べちゃうんだよね。まあな、まあまあ確かにね。さあ続いてバッキー。はい。2。女性の周りにちょっと。どんどん。2。お？え？え？ねえねえ、もらいすぎじゃない、プロの球団から注目を浴びる、3万ドルもらう。強っ。めっちゃ稼いでんじゃん。すごでかい。ちょっとちょうだい。いいよ。はい。よくないな。3000ドルしかないの。3000ドルしかない。なんで、スタートと同じじゃん。結構払っちゃってんだよ。そう、払っちゃってる。これがあるからスタートしてまだスタート。みんな仲良く。やばいな。みなと。10だぞ、これで。7。あ、でも、1、2、3、4、5、6。来ない。徒競走3年連続ビリ。1万5000ドル払う。